はい、今日は久しぶりに、ガイグレンとドギラゴン開封していきます。5パックずつですね。では開けていきましょう。まずはドギラゴン5パック、まあ、久しぶりっていうかこの組み合わせは初。シトルム、トリガラダシッチ、リバースチャージャー、キラードアイ、巨大玉大リーグ、ロイヤルアイラ、フォーカードベリレア、はい、100万ディエン、サイバーブック500万ディエン、ラスト、侵略者 BJ、 革命の鉄拳、こんな感じでしたね。はい、次ガイグレン続けて開封。熱血竜ボクシア、マッカランファイン、いいね、500万ディエン、ユーソキ号ジェラード、ハサミ怪人チョキラビ、500万ディエン、これで1000万獲得。ディエンのフォーコや、オルセー、お、外資格、はい、ベリレア、いいんじゃない、ニンジンチクボーン、メダルアンドロム、はい、4パック目といっても9パック目ですね。ハサミ怪人、はい、100万ディエン、ラストパック、ティグヌス、忍者リバン、はい、まあこんな感じでした。まあ外資格とあとマッカランファインが出ましたね。まあディエンが1100万ディエンでした。ガイグレンはまあこちらが600万ディエンなんで、約1700万か。そして革命の鉄拳とポーカードでしたね。個人的に良かったのは。じゃあまた動画出すんで見てください。ご視聴ありがとうございました。